2024年3月2日17時41分、先ほどの内容の続きですけども、まあ少なくとも今年の生きがめぐらニュースそうだったかで、宇賀なつみはテレビに出ていて、まあ、昔放送してた内容を、放送しているわけではないということは、は分かっています。で、例えばすぐ結婚してくれるんだったら、仮にね、今、宇賀なつみでいいっていうことを言おうとしては、もう気分悪くなってる。で、これ、もうこの呪い、だから結婚希望相手を固定しておかなければならない、一人にしておかなければならない、だけどもその人が普通に会ってくれない、話し合いを進めようとしてくれないになると、呪いが来てる。で、他の人はどうです？結婚希望相手を誰に固定されてます？ただ動画で僕は佳子様って言ってる以上、他の人たちはそんな気なくなりますよね。多分そうだと思うんですよ。かといって あのバレンタインデーの時に諦めてるわけでもなくて、だと思うんですよ、宇賀なつみに関しては。だと思いますよ。これも話し合ってみないとわからないと思うと、あとその時のタイミング、その心情とかにもよると思いますよ。いろんなことを僕も投げ出したくなる気持ちもあるんですけども、今度投げ出したら投げ出したで、眠れなくされたりとかされるったりしていたから、スポーツ観戦とかも普通に見ることはできない。この異常な状態かといって、仕事の絶対数はたくさん作ってはならない。それはもう過剰にエネルギーを消費する世界へ直結しますから。それで世界中余計な仕事をたくさん増やしてしまって、車が15億台も世界中に出回ってしまった。で、昨年の生産台数なんか8500万台、もう数がずっと増えっぱなし、生産台数が。もうエネルギーの消費が拡大して、もう絶対終わります、このままだと。その車の生産とかをやめてもらわなかったらね。だから大量に生活保護者が増える世界になるはずなんですよ。建物を建てすぎた後ですからね。あとはもう解体するくらいですから。で、そうなった時に、その働いてる側の人たちに、例えば睡眠時間がいくとか、睡眠、まあ、眠気がいったりとかして、生活保護者の方が搾取されるような世界にのままで物事進行したらどうなってしまうのかだとか、いろんな懸念があります、本当に。だからその辺のところを全部含めて、これ政府の設定とか物事の考え方とか、本当に180度変えなかったら無理なんですよ。で、僕としても、もう今日も、まあ、ちょっと動画撮影しながらの時でも、ちょっと、泣きが入ってるなっていうような要素は見受けられると、気づかれてる人は気づかれてると思うんですよ。まあ、これが、この辺の番号の動画が、今日動画をアップロードした内容なんですけども。アップロードしたての時なんかね、まあ、閲覧者数なんかもともと少ないんですけども、さらに、まあ、多いのは、まあ、再生回数とかで多いんだったら、まあ、4000回以上とかのものとかもあるはあるんですけども、まあ、それはマーキュリースタッフィングさんのところの件なんですけども、まあ、ベルシステム、厳密に言うとベルシステム24の話なんですけど、その、まあ、これは宇賀なつみ、まあ、3って言った方がいいかな。3って言ったらなんかこうね、よそよそしいような感じもすると思うんですけども、宇賀なつみについて、まあ、昔も心配して言ったと思うんですけども、その、パスワードを家から、パソコンのね、パスワードを会社から間違ってファイルを、持って帰ってきてしまったと。で、それで世間に開示しなかったもセーフなんですよ。で、宇賀なつみも、どうやら、仕事のない日に、ああいうふうなパソコンを扱うような、ベルシステム24のような会社で、どこかで働いてるんじゃないですか。それで、
一説によると、なんかそれで、私もそれで仕事がなくなったしとか、何か言ってたんですよ。ではその、まずベルシステム24のその管理職の人間に、まず知識がない。それはこの間3打視点で、1年半ぐらい前に働いた時に、秋ぐらいに、コロナウイルスの患者の人たちのその内容を打ち込んだ時に、もう法的知識が、まあ僕もそうですけども、これもう言い出したらキリがない。そのどこからどこまで法的知識を持っていたらいいのかっていうところ、正直キリないんですけど、ただそこの現場はそれだけはちゃんと覚えておいてあげなきゃならない。上の管理職の人たちが。パスコードを持ち出しただけだったら、これセーフ。世間の開示とかあったらそれはアウト。開示をしないんだからそれはセーフ。だからそれを分かってないっていうレベル、どこの会社行ってもそのレベルなんですよ。管理職の人たちは自分の仕事も追われるでしょう。でもこれ議員の人たちも当てはまってくるんですよ。じゃあ法律のプロになれる人、よく分かってる人って言ったら、やっぱり職業としてしてる弁護士さんとか、裁判官とか、もうそういった人たちになってしまうんですよね。だからその部分とかでも、僕は正直世の中限界感じてますし、それどころか、まあ、別に法律じゃなかったも、エネルギーの残存量問題に関しても、これだけ、スポーツ界にも広まっていて、改善する動きが全く見られない。遅かれ早かれなんですよ。河川水門外式玉発電とかで発電できたとしても。ガソリンは消費されますから。で、バイオマス発電の方の、その、下水処理場からの、その、汚泥プラス生ゴミで、メタンガスを、その、蒸留発酵って言ったらいいんですかね。まあ、そういうふうな形で、作ってる、バイオマス発電。まあ、そのままそのガスを、いちいち液化していったら大変だから、そのまま、ガス火力発電所としてのガスとして使用しているという、のが、通常の例なんですけども、そういったところを早く広げていくべきであって、例えばそれは、大阪万博なんか開いてる暇があるんだったら、そういうふうなものをね、作ったりだとか、生ゴミの量とか、大体皆さん想像つくじゃないですか。例えば大阪府全体の生ゴミの量って、すごい量が出てくるんだろうなっていうのはわかるじゃないですか。だから貯蔵しておくタンクが、とんでもなく大きなものが1つや2つとかよりも、もっと膨大な数が、ある程度の期間で、満杯になると。で、早くたくさんね、そのメタンガスとか、しっかりと、作って、自分たちで使用すると。こういうふうな社会に変えていけなければないし、そういう部分で余った分を、水素自動車、水素トラック、電気自動車、軽自動車とかは電気自動車に適してますけども、バッテリーが重くなるからトラックとかは絶対水素。だからそこまで持っていかなきゃならないのに、うまく進んでない。万博なんか開いてる。バイオマス発電のそのもう一つのかまど発電みたいなものの方のね、木材を燃やす方の、木材のチップを燃やす方のバイオマス発電。そちらもバイオマス発電って呼ばれてしまってるんですよ。もうテレビを見る限りはもうそうとしか見えないです。だからそちらの方はかまど発電として広げていかなきゃならない。運搬を車とかでは基本的にしない。人間が、運動部の学生さんたちが、拾いに行くと。学校とかは大体散らかってますからね。大体その近辺で歩いて、片道30分ぐらいの範囲とか、1時間まで広げてもいいでしょうし、それで集めてくるその倒木、枯れてる竹、そういったもので、かなり発電できます。で、そもそもそれで暖を得ることが冬場できるんで、それプラス発電していただけたらなと。それだけでもプラスマイナスで考えたらだいぶ違うと思いますよ。例えば、エアコンを使って、室内を温める、もしくはストーブを使って室内を温めていたのを、そういった形にチェンジすることによって、プラスマイナスがだいぶ変わる。どうしてもこういうふうな文言になるのは、今日アップロードした内容、情報量がすごく多いので、佳子さまとかが目通せるかって言ったら、多分通せないと思います。で、ただ、こちらの状況も理解してほしいと。
で、なぜそんなに大事と小事の区別はついてないんだろうなっていうところは、今、佳子さまに対してだけ言ってるんじゃなくて、国会議員の人たち含めて、政治審査、倫理審査委員会とか、そういう話よりも、なぜそういうふうなバイオマス発電とかをもっとたくさん作る方向に舵を切らなかったんだとか、これね、僕も自分のホームページの情報量がすごく多くて、まあ、昨日の晩、自然再生管理の分野のところで、まあ、動画とかを、文字の形、緑色の文字の形にして、そこを、クリックもしくはタッチすることによってアクセスできる形に変えたりとかしていて、それはバイオマス発電ってもともとそうだったなっていうところを思い出して、まあ、国の発表してある下水処理場とかの、一覧表だとか、まあ、一部なんですけどね、まあ、そういったところにアクセスできるようにしたりだとか、まあ、ホームページをちょっといろいろ手加えたりだとか、まあ、だから、その動画見てその日合わないがアウトになるんだったら僕何もできなくなるんですよ。で、しかも多分パソコンと打ちからだと思うんです。先週の土曜日ね、多分、佳子さまか斎藤真実かどちらかが来たんですよね。で、どちらかの声似てるんですよ、2人とも。で、子供の頃の声とか、若い頃の声とか、丁寧な声の時の声って、ある程度みんな、まあ、2人の声を聞けば、はっきりと違いっていうのは認識できるんですけども、その映像とか何もなしで聞いた時に、声がやっぱり、ある程度似通ってくる。で、斎藤真実と佳子様の声はちょっとどちらかというと似てる方。宇賀なつみはその2人とも全然似てないんですけども、まあ、人によってその似てる部分、似てない部分とかあるんですけども、まあ、ただ先週の土曜日は体調が本当に、睡眠不足で厳しくて、まあ、ちょっと歩けるような、こちらは歩けるような状態ではなかった。で、まあ、そういう状態じゃないときに、まあ、根本的に睡眠不足の日が多いんで、多かったんで、睡眠不足のまま歩いて、外買い物行ったりとかしてるんですけども、だからといって誰かが会うわけでもない。あって、話し合いまで進んでなかったら、それを横通り過ぎるだけで会うっていうのとは程遠いと思うんですよ。相手に認識とかがなかったら、どこも誰が来たとか。まあ、この方法自体はもともとこう、すべて話聞いていくと、やっぱり淡井さんが電話番号を公開してるし、淡井さんのところに電話かけた方がええんちゃうかと。まあ、そういうような話で物事進めた方がいいとは思うんですけどね。で、まあ、どういうふうな話になったかとか、男性含めてですよ。スポーツ界の方含めてもそうですけども、政治経済の記者の方含めて、ずっとその記者クラブとして現場見に行ってる人じゃなかったら分からなくなるでしょう。けど、朝から晩まで国会にいて、その喋ってる内容とか、これパソコンで打ち込んでいても、これ持たないでしょう、記者の人の方は。ずっと打ち込みっぱなしになるから、誰がどう言ってるかとか。だから情報がどこかで、やっぱりこういうような形になるのかなっていう限界点とかも感じています。まあ、結婚問題でもすごく悩んでる。だから、もう入院って言われてる、電波で来て。今、小川菜摘のドンっていう音の後、行こうっていう声は聞こえてるんですけども、前向きな時の小川菜摘の気持ちで僕にそう聞かせてるだけで、本人は、渋々来てるのかもしれないし、それは今まで僕が声かけた時とか、裁判所の先ほどの話とか、でも民事部の前でいた時に、こう現れた時の話とか、基本的に10メートルも離れていたら、僕は相手の顔をはっきり認識できません、ね、目の視力が悪いので。で、あと、パソコンとか扱いすぎてるんだと思いますよ、テレビとか動画とかね。だから目の視力がもともと弱いのにっていう部分と、あと睡眠不足で。だから想像以上に夜とかだったら、もう2メートル以内までの距離じゃなかったら、顔ははっきりと認識できないんですよ。ある程度みんな顔変わってますから、それ込みでね。だから、
例えば昨日その鳥貴族、19時半ぐらいに、鳥貴族の前に、立っていた男性のうち一人の人が山本キッド則文さんだと気づいた人いらっしゃいます。わからないですよ、本人に声かけてないですから。少なくとも僕は似てるなと思いました。そういえば何回かここでこういう場所でそういえばタバコ吸ってるような形で、まあタバコ吸ってないケースの時も昔あったと思うんですよ。だからね、もうこの変な方法でもう本当僕、もうきついです、本当に。で、まあさすがに、池上彰のニュースそうだったかに関して、その、やっぱり生放送で放送してもらうような形でテレビで放送してもらった方がいいですね。そうじゃなかったら、どうしてもやっぱり以前放送した内容のものをもうそのまま放送してるんじゃないかになるんですけども、けど年齢考えたら、この間のウィキペディアで僕が確認したときは池上彰さんの年齢って77歳ぐらいだったと思うんですよ。年齢間違えてます？か、ウィキペディアの情報が変わってます。それはたまにあります。何回も確認してます。いろんな方で。昔からあることです。あとはまあ警察官の方たちなんですけども、まあ、そういうふうなこう被害者側の人を精神病院に連れて行ってしまっていたっていう認識を多くの警察官の人が持っていただきたいし、日本中の。そして多くの人たちは基本的に被害者側であると、そういう認識を持っていただきたいんですね。その今警察官が悪いとか言ってるんじゃなくて、このシステム自体に無理がありすぎます、本当に。あと世の中の統治の仕方、そのテレビでずっと何年も前のニュースとかを平気で放送するような世の中で、それだったらね、その詐欺で高級を得てることになってきますから、こんな無茶苦茶な世の中はない。で、エネルギーの残存量問題に関してもだいぶ前から言ってるのに、それでも例えば人命会病院に連れて行った警察官の人、2名のうち1人の人は頭の髪の毛の長さは、まあ、丸めてるに近いぐらいの髪の毛の長さの人だったんですけど、そういえばこの人昔も見たことあるなとは思ったんですけども、その人もサッカーとかもともとスポーツ関係だったんじゃないですか。なんか、鴨監督何々っていうサッカーチームの鴨監督と僕知り合いやでとか、なんかその鴨監督知ってるでとか言ってたんですけども、もしかして鴨監督本人でした？僕はそれは分からないですけども、だからエネルギーの残存量問題とかみんな考えてくれていたのかどうかとか。で、それで別に今日も怒る気はさらさらないですし、で、どちらかというともう精神的にもう何年も前からずっと疲弊してます。しんどい、きつい。で、全然全人類のその突破口が見当たらない。全然全くほぼ僕から言わせたらほぼ何もできてない。一番大きな発電が見込める河川水門開式ダム発電とかができてない、蒲田発電とか、その両方の合計値、まあ、マグマ発電の方は、地熱発電みたいな形にもなってるんですけども、ただまあ九州の火山、あれまでその昔の放送まで混ぜられてるんだともうお手上げですね。九州の方の火山の噴火、YouTube で見かけてしまったんですよ。か、インターネット記事で2月14日バレンタインデーの。あれどうせフェイクでしょう。今、佳子さまの声でドンっていう上からの音と一緒に、本当っていう音声を発せられてるんですけども、だが間違いなくコンピューターが発してる音声じゃないですか。だからそれだったらコンピューターが放火している社会だとか、嘘を上げてきた人間が悪いだとか、コンピューターの言い分としたら AI だから自分で考えれるわけじゃないですか。あ、もう全然もうずっと、もう僕からしたらもう助けての状態なんですね。だから何人かの警察官の方に言ったんですよ。
休みの日に僕のうちに遊びに来ませんかって、でそれだったら時間がたっぷりあるから、まあ、いろんなあの話し合いとかこうできるから、これどう思いますとか、例えば人口、国の表記されている人口はこれだけですけども、家の件数はこれだけですよって、まあ、こういうふうな現物のこういうふうな前例の地図とかで、見せて、まあ、話したりとか、エネルギーの残存の問題とか、国全体がもう全然しっかりと稼働できてないんですよ、昔からどこの国も。かといってうん、話し合い誰もしないし、まあ男性も含めてですよ、あ、支払いの部分も含めて、スポーツ関係のだから、スポーツ関係のその電波の声に関しては、スポーツ関係からの試合の勝ち負けでね、僕が頑張った分に関して、お金の支払いを求めないのであればみたいな音声も何回かあったんですよ。だからもうそれが正しいかどうかで言うと違うじゃないですか。普通に法的に考えて、であと誰か担い手を探さなかったら、僕もずっとそれに付き合わされるのも大変だから、担い手、若い人である程度、僕よりもある程度若い年齢の人で、そのがまあしっかり対応できる人で、になってもらわなかったら、やっぱり夜中それで起こされてる可能性もなきにしもあらずですから。昔の人は海外メジャーへの挑戦とか、ヨーロッパのサッカーチームとかに行こうとしなかった。無理やり起こされたりしたら困るから。だから結婚問題だけでもその解決したいし、その結婚問題にはどうしても、例えば社会で先に、まあ、ある程度働いてきた女性の人とかだったら、厚生年金とかある程度かなりかけているしと、まあ、そういうふうなところで金銭事情的に、その結婚云々っていうところ、正直それ腹割った話し合いとかになるとどうなるか分かんないんですよ。結婚希望相手を、その相手の名前と住所、電話番号も分からない中で、その一人に絞ってこう言わなきゃならないっていうところまで追い詰められてる状況、これを警察官の方たちも含めてご理解してほしいのと、その結婚希望相手をね、例えば、まあ、今日の明け方というか夜中起こされた時に、上夏みとか、まあ、上夏みの声が電波で聞こえてきたから、そっちに帰った方がいいのかなとか思ったりするじゃないですか。そしたらもう呪いが来る。で、その思った瞬間に結婚希望相手を心の声とかの方だと、うがなつみ、まあ頭の中で考える方かもしれませんけども、うがなつみっていうことになって、今度結婚希望相手は、あ、まずいと思って、佳子様っていうことに、切り替えると、うがなつみになってるとき、今度佳子様の方に呪いが言ってるような声を、電波で佳子様の方からの声で聞かされる。だからそれによって起こされてる可能性もあるから、だから情報、いつ何時に起こされたとか、みんな一応メモしといた方がいいと思います。でそれによって僕の気運なのか何なのか、ただ電波によってその淡井圭介にそう思い込ませようとしているのか何なのか、この科学の仕組みがはっきり言ってよくわからない。あと必要性が全くないと思う。で海外行った人間同士で頭の中貸したりとかしたらいいんじゃないですかって思うんですよ、そのリアルタイムの時間軸でね。例えば投手とかだったらそれはしやすい、野球で例えると同じ日に日本人同士が登板する機会っていうのはまずないでしょ。ああいやいや、ずらしてすることできるでしょ。言い方変えます、ずらしてこの人が、まあ、A さんと B さん、プロ野球選手でメジャーリーグに行った人がいるとしましょう。でこの人が投げるときはこっちの人がその日、投げないで頭の中貸す。でこっちの人が投げるときはこっちの人がその日投げないで頭を貸す。なぜ僕はそこまで対応しなきゃならなかったのかなっていうところはありますね、去年含めて。
基本的には本当は海外まで行ってしまうと、日本時間のその寝起きしてる時間帯で生活はほとんどの人がしてるわけであって、その時間軸から外れたところでの、試合なんて、このシステムを聞いていたらそんなチームに行くわけはないんですよ、まともな神経の人だったら。だからその辺のところで、やりすぎていたなっていうところで、本当は、僕の本音としては帰ってきてほしい、日本に。以上ですね。もうどう対応したらいいか分かんないです、本当に。もう裁判所助けです、本当に。もう笑いながら言ってる以上、多分助けてくれる人いないでしょ。